11月19日1日の取引を終えました。日経平均株価は3日ぶりに反落しました。昨日に比べて124円11銭安い 23,292 円65銭でした。反落であります。トピックスも昨日に比べて 3.99 ポイント安の 1696.73 でした。こちらも1700ポイントの節目を大引けでは割り込んで終えています。新興市場マザーズ指数が昨日に比べて 7.49 ポイント高、前引けの 3.5 ポイント高よりも大引け 7.4 ですから上げ幅を拡大して終了しました。日経ジャスダック平均株価も昨日に比べて9円と69銭高ということで、マザーズとジャスダックはプラス、日経平均トピックス、東証一部がやや弱い中で新興市場にどちらかというと注目が集まったようです。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均 23,500 円のところで押し戻されて、再び金曜日そして月曜日と上の方向によりましたが、やや売り圧力に押されたというのが今日の動きであります。5番にやや下げ幅広げるような動きとなっていまして、124円安で終えています。2万と3300円台を割り込んでいます。為替相場が昨日に比べるとやや円高方向に振れています。トランプ大統領が FRB のパウエル議長と会談したということですが、その中でトランプ大統領側の発表によるとマイナス金利、 FRB のマイナス金利についても議論があったということで、ドルが下がる、つまり円が高くなるような円高モードに今日はやや触れました。このあたり日経平均株価の重しになったようです。自動車株ですとか機械株といった円高に弱いセクターが今日は軟調な動きでした。ただ香港など中国市場は比較的落ち着いた動きを見せていまして、大きく売り込まれるには至りませんでした。結局5場下げ幅を広げた印象がありますが、今日1日通して安値というのは実は10時7分の 23,244 円でありまして、5場これ以上安値を切ることはありませんでした。こうした中、国内では企業の決算発表が一巡しましたが、決算後に動きですね、業界再編の動きなどが出てきています。午前中薬品業界をご紹介しましたが、こちらは情報通信業界ですね。 4689Z ホールディングス、昔のヤフーであります。ヤフーと LINE の統合という話であります。この話が出てきて株価は急動位、こちら Z ホールディングス上に1回跳ねたんですが、その後は売り圧力に押されています。昨日正式に Z ホールディングスと LINE が記者会見を行って正式発表を行いました。それぞれの親会社、 Z ホールディングスからすればソフトバンクグループ、そして LINE からすれば韓国のネイバーでありますけども、それぞれが共同出資会社を作って LINE を TOB して非上場化すると、それにさらに Z ホールディングスをくっつけるということです。Z ホールディングス側から見ると LINE とくっつくときに新株を発行するというような話でありまして、やや株式の希薄化懸念が出たようであります。一方の LINE です。3938 LINE のチャートです。LINE は報道を受けて駆け上がって5000円台に乗せて、そのまま維持していますね。今日も昨日に比べて20円高 0.3% でありますが上昇、5170円で終えています。今日の東京市場は円高を背景にやや指数としては一服感の強い展開、ただ大きく売り込まれるには至っていません。その後決算以外で材料の出てきているところが急動位しているというのが個別銘柄ベースでの動きでした。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。